は、フーフサーティーです。今回はバーミキュラライスポットレビュー第2弾、初めてご飯を炊いた時の様子をご紹介したいと思います。レシピ本を見ながらやってみることにしました。お米は群馬県産の幻のお米、雪ほたかを使用します。5合炊き用のライスポットを購入したので最大5合炊けますが、2人暮らしでいつも3合ずつお米を炊いているので今回も3合炊くことにしました。計量カップを使って米の量をすり切りで正確に測っていきます。続いてお米を研いでいきます。水切りをするのでザルとボウルを使います。水を張った状態でお米を傷つけないよう優しく洗い、水を手早く取り替えるのがポイントで、これを2回やるくらいで OK です。さて、お米をライスポットにセットしていきます。お米は水気をしっかり切った状態でポットの中に入れます。お水を測る計量カップで3合分のお水を入れます。蓋を閉めるときは蒸気を出す方向を意識してセッティングします。こんな風に溝ができているので、この位置を蒸気を出したい方向に向ければ大丈夫です。ホットヒーターの設定に移ります。設定の流れとしては、ホットヒーターの電源を入れ、炊飯マークを選択、白米なので白米普通コースを選択し、炊飯量は3合なので 3.0 に設定して OK ボタンを押します。通常浸水30分プラス炊飯30分の炊き上がり時間が自動的に表示されます。今回はこの時間で炊いてみようと思うので、スタートボタンを押してセット完了です。急いでいる時は浸水時間を短縮することができて、ある程度炊き上がり時間を調整できます。購入前は長時間かかると聞いていましたが、短縮できるので他の炊飯器とあまり変わらず炊飯できます。お、蒸気が出てきました。カメラ急いで。うっすらわかりますかね、蒸気が出ています。いい匂いもしています。湯気が熱いので気をつけて蓋を開けてみます。おお、いい感じに炊けています。ご飯を十字に分けて、それぞれしゃもじで上下を返していきます。鍋底の凹凸のおかげでご飯を返しやすいです。ライスポットの特徴として保温機能がありません。そこで余ったご飯は冷凍保存しておきます。1食分ずつ熱いうちにご飯が潰れないようにふわっとラップで包みます。こうすれば解凍しても美味しく食べることができます。ご飯をよそってみましょう。ツヤツヤしてふっくら炊き上がってます。うん、美味しそう。私は明太子としその実の漬物を添えて、夫は王道の卵かけご飯でいただきました。今回はバーミキュラライスポットを使ってお米を炊いた時の様子をご紹介しました。次回はバーミキュラライスポットを使ってカツオと昆布だしのお鍋をした時の様子をご紹介したいと思います。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また質問や感想があれば、今後の動画作りの参考にしたいと思うので、コメントもお待ちしております。